本当ありがとうございます。今週のキックオフ北海道は、タイに帰国直前、チャナティップが札幌ドームを電撃訪問した24日のセレッソ戦。赤黒フェスタと題して行われたイベントの表も裏もお伝えしちゃいます。最高だね。さあ、今週も始まりましたキックオフ北海道のお時間です。今日はこちら札幌ドームにやってきました。はい、今日はなんと年に一度の赤黒フェスタということで、はい、続々とサポーターの皆さんが札幌ドームに足を運んでいます。はい、赤黒フェスタはいろいろなイベントがあるので取材していきたいと思います。番組のタイトルコールは、取材にご協力いただいたサポーターの皆さんと一緒に参りましょう。ありがとうございます。赤黒フェスタ、まず日向さんと萌里さんが向かったのは、わー、さあ屋外テラスにやってきました。やってきました。さすが1年に一度のイベント、うん、赤黒フェスタということで、はい、いろんなキッチンカーが並んでますね。その数なんと18台。会場と同時に美味しい匂いに誘われたサポーターがたくさん集まり、早速行列ができていました。萌えりさんが気になったのはケバブのお店。人気は大きな肉の塊をそぎ落とし、薄焼きの生地で巻いたケバブサンドです。ケバブゲットしました。サポーターと一緒に行列の中にいたのは日向さん。はい、今回の注目選手はどなたなんでしたっけ。ルーカス・フェルナンデスさんのユニフォームを着てるんですよね。アップでありがとうございます。奥様が妊娠中ということで。私じゃないですよ。あ、はい、ルーカスさん。ぜひね、応援したいところですね。注目ですね。応援しましょう。買ってきました。買ってきました。私はですね、夕張メロン削り。おお、これめちゃめちゃ珍しくないですか。です、ね、がっつりいきたいと思います。うーん、冷たい。美味しい。美味しいです。今日はですね、ちょっと天気予報とは違ってめちゃめちゃに晴れましたから、こんな日にはもってこいの夕張メロン削りでした。美味しいです。ガブッと。いいですね。いきますか。辛口なんですけどちょうどいいです。美味しい。青空の下で食べる気持ちはどうですか。最高ですね。最高ですね。たくさんの人がどんどん集まってきましたので、うん、盛り上がるイベントとなるんではないでしょうか。はい、さまざまな催しが行われた会場内には、シャレンデ献血の名前が入った献血カーも登場。これは若い世代の献血が減少傾向である社会問題を踏まえて、明治安田生命が日本赤十字社の協力のもと、 J リーグ全クラブとともに安定的な献血の提供を目指す今年から始まった取り組みなんです。明治安田生命は J リーグのタイトルパートナーとして、 J リーグで実施している社会連携活動シャレンを応援しています。献血の他にも血管年齢を測定できるブースがあり、誰でも気軽に参加することができます。はい、安心しました。ありがとうございます。さあ、グルメ取材を終えた2人、ね、続いてはサポーターを直撃です。あ、番組ポーズありがとうございます。ウォーミングアップ、ウォーミングアップ、ウォーミングアップ。今日の試合の期待する選手っていますか。浅野だ。浅野選手。番組宣伝部長の萌里さん、
ここぞとばかりにステッカーを配って PR 活動です。番組を知ってありがとうございます。絶対見てますので頑張ってくださいね。ゴールを決める選手の予想をしていただきたいんですけれども、浅野くんでしょ、はい、それから駒井さん、はい、で、菅ちゃん、まあ、この3人には必ず決めてもらいたいと思います。勝つということですね。もちろん勝つ。よし、この予想を当てていきましょう。さあ、リーグ後半戦スタートです。相手はセレッソ大阪。札幌ドーム、今シーズン最多のサポーターが詰めかけた年に一度の赤黒フェスタ。日向さんと萌里さんも応援モード突入です。この試合、菅大輝が J1 歴代最年少で200試合に出場。アカデミー出身選手が J リーグの歴史にその名を刻みました。1年目の時から J1 で戦わせていただいてたので、それまで積み上げてくれた先輩たちにまずは感謝の気持ちですし、まあ、ここまで試合に使ってくれて成長させてくれた三下さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。上位進出を目指し勝利で飾りたいコンサドーレでしたが、開始2分でした。取り返し、合わせた、決まりました。最初のチャンス決め切った。サイドから崩されて先制を許します。すぐさま追いつきたいコンサドーレ、セットプレーからチャンスを作ります。金子が打った、おっとクロスバーに当たりました。チーム得点王金子のシュートはクロスバーを直撃、惜しくもゴールならず。すると自陣でボールを奪われ失点。さらに強烈なミドルシュートを決められ、前半だけでまさかの3失点。ここまでリーグ最多得点のコンサドーレでしたが、ゴールはコーナーキックから荒野のヘディングのみ。後半戦は黒星スタートとなりました。試合終了後、この選手がサプライズ登場。元コンサドーレでフロンターレからタイリーグへの移籍が決まったジャナティップ。帰国を前に札幌を訪れ、サポーターとかつての仲間たちへ別れの挨拶です。カズキ、ヒロキ、ソンユ、ジュンタ、タクロ、スカ、みんな、アナウンサーありがとうございます。本当にサポーター、ここは温かいです。シャナ、めっちゃ嬉しい。本当、ありがとうございます。最後にスープ勝負よろしくお願いします。皆さん、名村ありがとう。北海道の皆さん、シャナバイバイ、じゃあな、頑張ります。ジャナティップ選手、タイでも頑張ってください。18節を終えてゴンサドーレは9位。今日午後7時からアウェイで2位神戸と対戦します。この試合はイニエスタのラストマッチ、皆さんお見逃しなく。来月9日、小学4年生から6年生を対象にしたフットサル大会エグザイルカップが4年ぶりに開催。北海道大会を優勝したチームは愛媛県で行われる全国大会に出場することができます。参加申し込みは今月5日まで。詳しくは QR コードをチェック。エースを探せスゴ技選手権。今日は北広島市を拠点に活動するドートジュニアのみんなが動画を送ってくれました。まずは小学6年生の林斗真くん、クロスバー当てにチャレンジです。うわ、見事
ハーフボレーでクロスバーを直撃。グッド。続いてはゴールキーパー佐々木とわくんのセービング、フィールドプレイヤーのリフティングプレーも含めてどうぞ。ナイスキーパー。試合でもビッグセーブを期待しています。グレートですね。最後は前大松蓮くんのクロスを大内康介くんがシュート。ゴールに突き刺すダイレクトボレー。チームを勝利に導いて。グレート。ドートジュニアの皆さん、ありがとうございました。キックオフ北海道では皆さんからのスゴ技を大募集。詳しくは番組公式ツイッターにダイレクトメッセージでお問い合わせください。お待たせしました。今週のプレゼントです。24日のセレッソ戦で J1 史上最年少で200試合出場を達成した菅大輝選手のサイン入りタオルマフラーをお一人にプレゼントいたします。詳しい応募方法は番組公式ツイッターをご覧ください。赤黒フェスタ試合後のサポーターにお話を伺いました。ありがとうございます。楽しかったです。そうですね、本当試合だけ勝てれば。イベントで2万4000人ぐらい今日来てたんですけど、なんかこう次からもう今日初めて来た人、次からもう来てほしいなって思ってたので、はい、ちょっと残念です。やっぱりちょっと悔しいですね。楽しかったですね。ありがとうございます。ご協力いただいたサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。キックオフ北海道、これからもサッカーを盛り上げていきます。コンサドーレ、次のホームゲームは7月15日、聖地アツベスで新潟を迎えての一戦です。 STV でご覧ください。